こんにちは、ミディアムです。今日は千円台洋酒シリーズの今まで飲んできた4種類を一挙4種類を飲み比べてみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ミディアムです。今日は過去に飲んだ4種類の、洋酒シリーズもう一度4種類を飲み比べたいと思います。はい、じゃあフレームはするやつがあるんですけど、どれが香りがするのかわかりませんね。はい、ここにですね、ちょっと水割りにしてみましょう。20ml入れたんだよ。水は 10ml ぐらいにしてみましょう。対照的でおとなしいスモーキー感、グレーン感を感じられますね。最後にロングジョン、いただきます。4種類飲むと違いますね。違い、すごい分かった、面白いです。ロングジョンは酸味、スパイシー感ですね。これですけど、
赤の赤グレーな味わいのカフェばかりのクレーム、今回は洋酒千円台シリーズで、この4種類を飲み比べてみたテイスティングレビューです。最後までご視聴ありがとうございました。